フレデリック・マービンフレデリック・マービンは、アメリカ合衆国のピアニスト、音楽学者。ミラン・ブランシェ、アルトルシュナーベル、ルドルフ・ゼルキン、クラウディオ・アラウに支持した。1948年に、ニューヨークのカーネギー・ホールで演奏し、その期の最優秀デビュー賞を受賞した。1968年に、シラキュースに移り、当初は、アーティスト・イン・レジデンス、後に、 シラキュース大学の教授兼ピアノ課長を務めた。また、ドイツのフィリップス大学マールブルグ校の客員教授を務めた。アントニオ・ソレールに関する研究では、デルアモ財団からの助成金2件、フルブライトフェローシップ3件、米国、スペイン文化、教育協力合同委員会からの助成金3件など、様々な助成金を受けていた。1959年、 オーストリアにある作曲家、アントン・ブルックナーの墓を訪れた際、後に同居人となるエルンスト・シュートであった。シューはオペラ評論家でマービンのマネージャーをしていた。ニューヨーク州で同性婚が合法化されるまでの52年間、二人は共同して生活を共にした。2011年にオーストリアとニューヨーク州シラキウスで結婚し、シラキウスでは ステファニー・マイナー市長が指揮を執り行った。ありがとうございます。